はい、どうもケポンです。前回はここを大整地しましたが、今回はこの土地でもう少し景色作りをしていきたいと思います。せっかくこの辺りはね、このような広い高原っぽくなったので、建物を建てる前にそういう高原っぽい雰囲気の土地にしていきたいですね。具体的には少し木を生やしたりとか、あとは水素をモチーフにするならば湖なんかも必要になってくるので、まあ、その辺を作っていきたいと思います。ではまずは湖から作っていきましょう。湖はここの高原から、まあ、こちら側に来るとこんな感じでね、少し深いくぼみがありますので、ここにすべて水を張って湖にしていきます。広さはね、めちゃくちゃ広いので、まあ、なかなか骨が折れますね。まずはこういう大きい洞窟の入り口なんかを石や土なんかで、ね、塞いでしまって、まあ、それで水を張っていきます。ですが、ここで普通に水を張っていこうとすると大変で、まあ、このように上から落とすと、まあ、水はこうやって広がっていくんですけれども、今置いたところ以外は水流になってしまいます。この置いたところを水源と言いまして、水流だとこのようにね、沈んでってしまう水になってしまいます。ここをすべて水源にしていこうとすると、このようにバケツで水をすくっては置いて、まあ、すくっては置いてと。まあ、こういう作業を繰り返していかなきゃいけないんですね。しかもこの層が割ったら次は1段上の層。次は2段上の層とか。まあ、そんな感じで少しずつ上げてやっていかなきゃいけないのが、まあ、めちゃくちゃ面倒です。そこで登場するのがこの昆布ですね。昆布を使うと、このように昆布を置いたところだけが水源になってくれるんです。なので、今ここ水流だったところが今は水源になりましたので、まあ、こんな感じでやっていけば水がどんどん増えていくわけですね。あと他に使うのはこの氷です。氷には3種類ありますが、この普通の氷と氷塊、そして青い氷。今回使うのはこの普通の氷でして、このように高原を置いておくとそのうち溶けて水になります。それを利用して、ここに水を張っていくわけですが、氷塊と青い氷は溶けないので、この普通の氷を持ってくる必要があります。今はちょうどね、在庫にあった分を使っていくんですが、おそらく足りないので、また別の動画で取りに行く機会を作りましょう。なかなか溶けないなぁ。お、ようやく溶けましたね。こんな感じで松明が弾かれて、氷が溶けて水になります。この2つの要素を利用していきます。なので、これからやっていく作業としては、まず水面になるところの高さを決めます。そしてそこにこの氷を置いて、まずは水面の高さに氷を張ります。そしてこの松明をところどころに設置して、その氷が溶けるのを待つ感じですね。そうすると水面だけはこの氷が溶けて水源になります。そしてその水源の下は水流になりますので、その水流が出来上がりましたら、水の底に昆布を植えて、それを全部水源にしていけばいいんですね。なので手順としてはまず氷をたくさん持ってきましたので、一旦水面の高さにこの氷を張っちゃいましょう。じゃあまずはその作業をやっちゃいます。ではある程度氷を張り終えたんですが、またこれでもね、まだ全部じゃないんです。ずっと向こう側の方はまだ張っていません。なので今度はこの氷を溶かしていく必要があります。溶かしていくのに使うのは、松明ではなくこのジャックオランタン。もしくはグロストーンやシーランタンなどの他の光源ブロックでも大丈夫です。この明るさレベル15のこの光源ブロックを使って溶かしていきます。まあ、なぜ松明を使わないかというと、松明やランタンというものは氷が溶けてしまうと、まあ、そのまま剥がれてしまうんですね。そうするとね、少し氷が残ってしまったりとかするので、まあ、この氷が溶けても、まあ、残り続ける光源ブロックを使っていこうと思っています。まあ、全てに敷き詰めるとね、このジャックオランタンも数が半端じゃないので、基本的には2マス置きに置いていきましょう。まあ、氷から離れて、まあ、2マス。こんな感じで2マス置きにね、置いていきます。そうすると、まんべんなく氷が溶けます。そして、このジャックオランタンの真下の氷が溶けても、ジャックオランタンは剥がれることはないので、まあ、そういった意味で、一応、松明は使わないということです。結構早く剥がれるんだな。まあ、こんな感じで一部だけでも置いてみたんですが、もうすでにね、かなり溶け始めています。この辺がちゃんと溶けると、この下にこのようにね、水流が生まれてきます。なので、ここがすべて水流になりましたら、この下に昆布を生やしていけば、昆布が育つたびに、この水流が水源に変わっていくわけです。では、ここの一角だけでも先に昆布を置いちゃいましょうか。もともとこの氷の段は全部水源になっているので、その一個下から、こんな感じで昆布を置いていきます。これは全部溶けてからの方がやりやすいな。こんな感じで一番底に昆布を生やしておけば勝手に成長して、水流の方も水源に変わってくれます。なので最終的にこの昆布を回収すれば、それで湖が出来上がるわけですね。なので昆布を置いたら、あとは放置になります。
これだけ大規模だとこのやり方でも結構時間がかかりますが、まあ、こんなにでかいものを作る人はそんなにいないと思うので、ある程度の広さならこのやり方で結構素早くね、この大きな水たまりを作ることができると思います。ということで、昆布をすべて置き終えるところまでやりましたら、あとは放置をするだけなので、今度は別の景色作りの方に行きましょう。なんか気持ち悪いな。だんだん湖らしくなってきたので、今度はこの湖に注ぐ川を作っていきます。まあ、川はこの山の上の湧き水からまあ流れて、このまま湖に流れていくような感じにしたいんですが、ちょうど今立ってるこの辺がですね、まあ、雪が降るゾーンなんですよ。なのでここに小川を作ってしまうと、まあ、どうしてもその川が凍ってしまうので、まあ、そこを避けながら小川を作っていかなきゃいけないですね。なのでここの草ブロックの色が変わったところ、まあ、この辺だったらね、川の水は凍らないので、まあ、うまくそこを見極めながら掘り進めていきましょう。この山のだいたいあそこの辺のね、洞窟から、まあ、ちょうどこうやって、ちょうど水をこうやって流すことができるんですね。まあ、ちょうどあの辺が水溜まりになってるので。なので、だいたいこの辺りに水が降りてくるので、それを利用して、ここに小川を掘っていきましょう。まずは一本、このラインを引いて、川幅を広げていくような感じで作っていきます。できるだけこのね、くねくねした感じで作っていかないと、川らしくならないので。そしてさらにこちら側のね、色が変わるゾーンには入らないように、うまく作っていきます。ちょうどこのチェストのとこ通過していくな。まあ、こうやって高原にはね、小川があるイメージなので、まあ、こうやって作ってるわけなんですけど。まあ、小川なのであまり深くなくね、この1マスぐらいな感じで、一番深くても2マスぐらいで、まあ、そういう小さい川を作っている感じです。まあ、こんな感じでね、湖に注ぐ感じにしていきましょう。まあ、だいぶ長く作ったな。大丈夫か、これは。では、あとはここの川幅を、まあ、整えてまた進んでいきましょう。まあ、川幅広くても5マスぐらいですかね。川幅といえば、まあ、埼玉県の鴻巣市なんですけど、日本一川幅が広いっていうね、まあそういう地点が鴻巣市にあるので、まあそれで有名になってるんですね。まあそれで名物として川幅うどんとかっていう、まあ、ほうとうみたいにね、幅広いうどんが一応名物らしいです。割と花火大会もね、有名なんですけど、まあ、少し遅れて10月とか9月とか多分その秋になってからやる花火大会で、夏にその周辺の花火大会の余った花火をもらってそれを全部打ち上げるから、まあ、とにかく打ち上げ本数は多いみたいな、まあ、そんな話を聞いたことはあります。まあ、ここの丘は鴻巣市の川幅とはね、比較にならないほど狭いものになるので、落としどころかわからない話になっちゃったな。まあ、大体な感じでね、こうやって小川ができたので、あとはここの底を整えて水を流すだけです。そしてこの浮かせてる大地のところはね、全部マネージにしちゃってるんでね。あ、この辺をどうにかしていこうかなって感じですね。まあ、こちらなんかこうやってご覧の通り、完全に浮いちゃってるとこなんで、そこに砂利なんか敷くと落ちてっちゃうんですよね。なので、砂利じゃない何かを使う必要があります。この凝灰岩なんかいいんじゃないですかね。これ砂利っぽいですし、砂利みたいな重力の概念がないので、結構使いやすいブロックです。ところどころ凝灰岩なんかを仕込んで、まあ、川底っぽくしていきましょう。なんなら全部凝灰岩でもいいような気もするが、そんなに凝灰岩があるとは思えないので、まあ、こんな感じで少しずつね、凝灰岩にしていきましょう。まあ、ランダムに凝灰岩にしていくというよりは、まあ、こうやって一個の塊をちょっとこういう凝灰岩で作ってね、まあ、なんとなく川底っぽくできたらいいなって感じですね。あとはね、土もこうやって仕込んだ方がそれらしくなると思うので、まあ、土も置いたりとか、まあ、いろいろ工夫していきましょう。では、あとは水を張っていくだけになります。ただ、あそこの上からね、湧き水が出てるんで、まずはあそこを決壊させていきましょう。登りにくいな。前見に行った時はね、結構軽々登れたんだけど、どうやって登ったか忘れちゃいましたね。そうそう、ここですね。ここが結構山の上の方から流れてきてるので、結構リアルな湧き水なんですよね。まあ、雪解き水なのかな。なので、ここの土ブロックを壊せば、まあ、下まで流れていくわけです。まあ、多分うまくいかないと思うんですけど、ちょっとやってみましょう。なんか溢れそうな気がしてきたな。お、一応うまくいったね。あとはなんかこの辺とかもね、ちょっと適当に整えて、あとは水バケツでガンガンね、水を張っていきましょう。
よし、やるぞ。ここは湖と違ってひたすらバケツでやってきます。なんかほんとこうやってクリエイティブでやるようなことをね、サバイバルでやるような、このチャンネルは。なんだよ。ではひとまず川が通りました。湖の方もどうなってるか見に行ってみましょう。まあ、こんな感じでこの川が、まあ湖にね、注いでるわけです。ここの湖もほとんど終わってますね。まだ昆布をね、取り切ってないので、この昆布を回収すれば、完全にここも完成となります。もう先が見えないぐらいの広さですね。もともとここの土地に来るときに、まあ、この湖の下を、まあ、走ってきたわけなんですけれども、ここに湖をね、作ってしまったことによって少し迂回しなきゃいけません。なのでそういった道作りも今後重要になってきますね。次にやりたいのは、この山のふもとあたりに木を生やすことです。結構アルプスなんかの高原のね、画像を見ていると、ちょうどこのね、山のふもとあたりは森になっていたりとか、林になっていたりとかするので、まあ、以前のワールド、フエルシンキで作りました、逃避の木のカスタマイズをここにもしていきます。まあ、詳しくはそっちの動画を見てもらえれば作り方はわかるんですが、苗木で生やすのではなく、こうやって自分でね、葉っぱを置いて、生やしていくタイプの木をここに作っていきます。まあ、これもね、結構たくさんの量を作っていくので、まあ、ここは完成するところまで飛ばしてしまいましょう。まあ、こんな感じで、ふもとにこうやってね、林を作ってみました。自分でカスタマイズした木と、まあ、この普通にね、苗木で生やした木をこうやって混ぜてみたんですが、まあ、こうやって下にポトドルを置いとくことによって、なんとなく雰囲気が出るので、まあ、ちょっと置いてみたんですけど、ちょっと足りなかったですね。まあ、後でこの辺は増やしていきます。あとは骨粉で、こうやって雑草を生やして、より雰囲気を出していきたいんですけれども、まあ、この花が邪魔なんでね、花だけは回収していきましょう。そしてこのポトゾルのところにはね、雑草が生えないので、その場合はこうやってハサミで雑草を回収して、自分で置けばね、こうやって置けるんで、これでより雰囲気が出てくるんじゃないかなと思います。まあ、たまにこのね、シダ植物も生えるので、まあ、これがね、一番使えるんですよね、装飾に。雑草が密集しすぎてるところはこのようにハサミで回収して、ちょっと茂みになりすぎないようにね、調整していきましょう。そしてこの辺の空いてるところとか、ポトゾルのところに、まあ、こうやって植えて、まあ、よりこれ均等にね、雑草が生えるようにしていきます。だいたいこんなもんで、景色作りは終わりです。川の作り方も結構ちょっと雑になっちゃったんで、まあ、もう少しね、リアリティが出るようにしていきたいところですけども、この川を作ってる時にですね、まあ、自分が普段使っているカードが不正利用されまして、まあ、それによって絶賛やる気が低下中ということで、まあ、ややね、微妙なクオリティになってしまったということにしておきます。では、せっかくなので最後に一軒何か家を建てていきましょう。